星野勝ツは日本の漫画家。滋賀県出身。女性。血液型は O 型。本名は非公開。代表作は D グレーマン。同作は週刊少年ジャンプ史上で連載していたが、2009年11月よりジャンプスクエアへ移籍双子の姉と弟がいる。昔から絵を描くことが好きで、 双子の姉に喜んでもらうために毎日漫画を描いて見せていたという愛病の頃が恋人。身長170センチメートル。高校卒業後にアニメーターとして上京。アニメーター時代には、こちら、葛飾区亀有公園前発出所のアニメで部長や所長のイラストデザインを担当していたこのほか、フジテレビ版、ハンターハンターの動画制作にも携わっていた。 2013年にはテレビアニメ、革命期バルブレイブのキャラクター原案を担当、久しぶりにアニメ制作に関与している。週刊少年ジャンプ2004年27号より、ィーグレーマンを連載。同作品は2巻目にして、売り上げ100万部長を記録しており、売り上げでは当時の新人作家の中において、最高とも言われる。シリアスな展開ながら、ところどころに、 コミカルなシーンもある作風が受け、現在でも一定の評価を得ている。同作品の描き、おろしのエピソードの収録や、作品中のキャラクターへの質問コーナーを設けるなど、読者サービスも豊富である。また連載開始後わずか1年で、ノベルス版が発売されたことも、ジャンプでは異例である。2005年11月から、年末の2006年3号まで急病を理由に、救済。 その後も2006年12号から2006年26号まで怪我を理由に長期の救済があった。この怪我に関しては再開後首もだいぶ良くなったとの本人のコメントがあり首の負傷が理由であることが分かっている。最初の救済では市場にファンの投稿はがきによる作品応援コーナーを設置するなど編集側からのフォローがなされていたが 再度救済した際にはその理由が怪我であること以外、具体的な理由は全く説明されず、再度設置された作品応援コーナーも一時的にストップした。2008年末から数度、救済と再開を繰り返し、その後2009年5月より、長期救済、赤丸ジャンプ2009化号で連載再開した。その後、 ジャンプスクエアにて2009年12月号より2013年2月号まで連載。2年半の長期休載を経て、心臓看護を、ジャンプ SQ、クラウンに移籍した。ありがとうございます。